バッドエンド2って何だったっけ？何度訴えても警察は取り合ってくれなかった。やはり、イオリの罪をかぶろうとしたあの一件で、結城、ヤマトは、警察からの信頼を失ってしまったらしい。え？いや、ちょっと待てよ。それってまさか、警察に連行されるイオリと話す機会があり？そこで結城はふと妙な違和感を覚えた。イオリは大塚を一度しか殴ってない。最初は気にも留めずに聞き流していた。でもそれから時間が経つにつれて、それは違和感として徐々に結城の中で膨れ上がった。だから今こうして実家の自室の梁に、ロープを祝いつけた。もうこうするしかない。これ以上訴えても警察は取り合ってくれないならば、あとは実力行使しかなかった。結城の主張はすべて遺書にまとめてある。警察に面と向かって話した時はうまく言葉がまとまらなかったのに、文書にすると案外落ち着いて文字に起こすことができたから不思議なものだ。それを横目で確認すると、結城は踏み台にしていた椅子を蹴った。何のヒントにもならん。結城の自殺未遂。意味ゼロ。犯人側なんかい？あれ？なんか変わってる。やっぱ変わってんじゃん。ってことは7番がなんか関係あんだな。なるほど。こっちが正しい方だったのか。あとは、しゃがみ込んでたのが何かしたってことでしょ？んで、あとは、これが密室にした方法でしょ？作り上げた方法がそれだとしたら、解かれたのは、イオリの発言と頭部の傷がおかしい。そして、しゃがみ込んでた。これが11。で、最後。2と、施錠と。11。違うよね。魚住は無意識に声に出していた。間の推理を聞いている最中に覚えていたとある違和感。それは先ほどのイオリの発言を思い出したとき、鮮やかにその姿を現した。そうか、そうだったのか。俺が感じていた違和感の正体はこれだったんだな。イオリがもし、大塚を電気スタンドで殴った際、反撃を受けて頭部を損傷したのであれば、大塚の頭部の傷があれほどひどくなるはずがない。それは彼女のあれだけで死ぬなんて、という一言にも表れている。加えて、魚住が現場を調べた際に目にしたある人物の、とある行動、やっぱそうよね。それらが意味するものは、刑事さんは待ってください、犯人は。彼女は、ではありません。はい。でも違うっつってたよ、さっき。部屋を出かけていた刑事、出かけていた刑事は、立ち止まって振り返る。何を言い出すかと思えば、状況からすれば犯人は、イオリさんで間違いな。大塚にとどめを刺したのは彼女ではありません。
でも違うっつってたよ。礼儀で言い放った魚住の言葉を受け、刑事の目の色が変わる。なんだと?ということはまさか、今魚住の頭にはこの事件の明確な推理が構築されていた。構築されてない。一点の曇りもないこの事件の真相が。何も構築されてないよ。え、これ合ってたってこと？そうです。その犯人はまだこの寮の中にいる。え、違うって何だったの？推理が違うの違うじゃなかったの？え？どういうこと？犯人はまだ寮の中にいる。ちょっと待って。違うって何？推理が合ってたってことなの？もうわからん。なんか寮の違う角度のやつ見れた写真。犯人がまだこの寮にいるって？間が上積みに勢い込んで訪ねてきた。一体どういうことだ？犯人は渡辺伊織さんで間違いないはず。本人だって認めてるんだぞ。刑事もさすがに困惑している。伊織さん、あなたは大塚を二度殴りましたか？刑事に答える間も惜しいとばかりに、魚住は伊織に質問する。もしがた形を成した己の推論が彼女の返答によって崩壊する恐れもあると懸念しつつ。そんなことを覚えて、あ、一回です。覚えとけ、伊織。あの時はすぐ反撃されてしまって、でもその後すぐに倒れちゃったから、怖くなって。何？何じゃない？マジ何じゃないよ。ポンコツか？死にすぼみになる、イオリの声をかき消さんばかりに、刑事が大声を張り上げた。そんなはずはない。渡辺さん、本当によく思い出してください。だが、刑事の質問も虚しく、イオリはゆるゆると首を振るばかりだった。とはいえ、この仕草に自信のなさが滲み出ているためか、刑事は険しい表情を崩さない。刑事さん、先ほどの間の話をよく思い出してみてくださいよ。確かに、イオリさんは大塚を電気スタンドで殴打しました。けど、その直後、大塚から反撃を受けてます。その結果、電気スタンドの台座が彼女の頭部に当たって負傷したんでしたね。はい。眉間の下をより深くして、魚住の方を睨む。それは間違いない。台座の血痕は渡辺さんのものに間違いなかったからな。だとしたら妙じゃありませんか。普通は一度目に殴られてから反撃するものですよね。今にも魚住に、つかみかからんばかりの雰囲気をまとっていた刑事は、表情を少し崩す。しかし、被害者の頭部は右前頭部と左の後頭部から頭頂部にかけての部位を合計2度殴られている。これは左利きの人間が正面と背後から被害者を殴打したとしか。まさか2度目の殴打を受けた後に大塚が反撃したとでも？それは、言いかけて刑事は口をつぐむ。そうか、それ以上を口にすれば捜査情報を教える羽目になると危惧したんだろう。だが、魚住はその情報をすでに結城から入手していた。大塚は二度殴られている。一度目は右前頭部で、こちらの傷は浅かったが、二度目は左の頭頂部から後頭部にかけた部分である。そして、後者がおそらくは致命傷であろうと。もし、両者が、料理の手によるものだと仮定した場合、彼女はまず一度目に正面から撃ったくって、背後から再び撃ったくったことになる。これは大塚が正面から殴打してきた相手に背を向けるか、あるいは伊織を俊敏な動作で大塚の背後に回り込みでもしない限り、カバリ。不可能に近いと。だから、うつ伏せに倒れた状態で二度目を加えたんだったら、右利きじゃないとおかしいんだよね。そう。左の頭頂部から、後頭部にかけた部分に傷がつくはずない。彼女が大塚の背中でも乗らない限り、あなた、魚住さんと言いましたか？今回はそのあたりに関する十分な考えをお持ちのようで、聞かせていただきましょうか。ふんと鼻を鳴らした刑事は目を細めて、魚住に話の主導権を渡す。わかりました。けどさっきの高。間の推理は半分当たっていたんです。もう一人ひねりが必要でした。何を偉そうなことを。この場に顔を揃えるみんなの視線が魚住に集中する。あ、隼人、だけど無理だな。そんな中、結城が痛みでもこらえるような顔をして訴える。伊織を連れ出した後、俺は8号室に間違いなく鍵をかけた。だからその後中に入って大塚にとどめを刺すことなんか。し
かし、結城にとっては恋人の無実が証明されることを一番に望んでいることだろう。ああ、八号室の扉には鍵がかかってて、入ることは不可能だった。けどその時大塚が死んでなかったとして、意識を取り戻し中から鍵を開けたとしたらどうだ。つまり、鍵を開けたのが大塚本人だったとしたら。おー。全員があっと口を揃えて言った。ただ一人その人物を覗いては。ダル君かい？これは8号室の扉の内側にある鍵のつまみに血痕が付着していたことが物語っている。血痕を拭き取ったんかいな。加えて大塚の死体がベッドから床に移動していたことも。そしてその時、大塚にとどめを刺した真犯人が、ドアの前で一人、洋館がマスターキーを持ってくるのを待っている状況だったとしたら、それじゃあまさか犯人は、間のその一言とともに全員の視線が一人のもとに集まった。そうだろ？あの時ケンジが洋館を呼ぶのと、4階の1年生に偽の指示を出しに行って、入気が1号室と事件の報告に来ている間、8号室の前で待っていた。ガル、お前にしか大塚にとどめはさせないよな。でもその後密室をどうやって作ったの？なんかほら、背中に落ちてる凶器の棒とかにこう仕掛けをしてさ、密室を作り上げたみたいなことだったら、そのトリックがさ、知りたいよね。誰もが言葉を失っていた。真犯人は角川光。すべてが解決したと安堵の空気に包まれつつあった室内は一瞬にして緊張の糸が張り詰める。何言ってんだ、隼人。俺が犯人なわけないじゃん。角川は苦笑いにも似た表情を無理やり作ろうようなぎこちない顔を魚住に向ける。まあ、光くん、もう逃れようがないのよ。確かに、大塚が鍵を開けたらそこでとどめをさせるかもな。けどさ、その後、また密室にしなきゃなんねえんだぜ。そこな。さすがにそんなことできるわけが。そうだな。まさかこんな子供騙しの手品みたいな方法が使われてたとか気づかなかった俺がどうかしてるぜ。どういうこと？どういうこと？え、教えて教えて。一体どうやったっていうんだ。えのき紙を塗り出す。この鍵が偽物だったパターンってこと？よく考えてみろ。鍵のかかった8号室の中に、308A というプレートのついた鍵が落ちていた。密室を表している状況はたったこれだけじゃねえか？え？ん？角川は明らかに動揺していた。けどプレートについていたあの鍵があの時点で本当に8号室のものだったかどうかはわからない。え、でもさ、鍵にさ、血ついてなかったっけ？それはどうやって変えんの？え、無理じゃない？この時点で、仮に偽物だったとして、警察が現場検証した時点で本物の鍵にすり替える必要があるわけでしょ？でもさ、すり替える隙とかさ、なくなかった？どこの時点ですり替えた？そう考えたんだけどさ、血がついてたからさ、無理じゃねえと思ったんだよね。鍵に血がついてたよね、確かさ。パトカーが完全にうつむく。ちょっと待って、ハヤト。もう少しわかりやすくだな。間が魚住の説明を遮る。そうだな。ひとまず事件の流れを順を追って説明しよう。昨晩、結城たち3人が例のイオリを逃がす策を実行に移したのが午後10時頃。それから間が推理したみたく、ケンジが寮館と4階の1年生を立ち残せるため階段に、結城は1号室の俺らに事件を知らせに向かった。彼はその時、8号室の前で一人だったわけだな。そこに中から鍵の開く音とともに、負傷した大塚が姿を現したんだ。そこで何があったかわかんないけど、とにかく光は大塚にとどめを刺した。その時、角川がうつむきながら、かすかにふっと笑ったような気がした。なんで？そんで光は大塚の持っていた 308A のプレートの金具から鍵を外して、自分の部屋の鍵と取り替えた。あとは入れ替えた鍵で施錠すれば、自分が8号室の前で待機している間、ずっと扉には鍵がかかったままだったと見せかけられるってからくりさ。いや、まあそれは考えたんだけど、やっぱ血がね。あれ？
鍵はさ、血がついたところの上に落ちてた？それとも鍵自体に血がついてた？これ、鍵自体にもし血がついてたとしたらさ、本物にもし鍵、本物の鍵に血がついてたとして、それを入れ替えたとしたら、鍵に血が不自然な感じでついてるか、もしくはついてない感じになってすり替えたってわかるくない？妖精に一人一つずつ与えられる小築料の部屋の鍵はキーホルダーで、部屋番号のプレートが取り付けられているシンプルなものだ。プレートと鍵をつないでいる金具はナスタンと呼ばれるタイプの金具で、二重ケーリングなどと取り違い、取り外しが容易なのだ。ちょっと待って、我々警察が調べた結果、あの落ちていた鍵は、間違いなく扉の鍵と一致したことは確認している。一体いつ元に戻したって言うんだ。そう。刑事の言う通り、それで一時的に密室を作り上げることができたとはいえ、警察が駆けつけるより以前に鍵を再び元に戻さなくてはならない。果たしてそれがいつ行われたのかというと、現場検証の時。おそらく俺が部屋の中に入って窓の鍵を調べている間でしょう。本来なら俺を一号室に向かわせる予定だったわけですから。え、だとしたらさ、ずっとさ、窓の鍵調べずに、うろちょろうろちょろしてたら鍵入れ替えられなくない？その後、結城が、イオリを逃がしている最中に、ケンジの目を盗むか、あるいはケンジにも7号室で待機させるなりして交換しようと考えていたんだろうな。あの時は俺が部屋の内部を調べると言い出したことがアクシデントを回避したんだろう。俺が部屋の中を調べていて、ケンジの視線に俺に向いていた。うん。その隙に取り替えたってわけだ。確かにケンジはなんか、こっちばっか気にしてたもんね。おい、お前何やってんだみたいな。すぐなんか、ケンジが、すぐなんかちゃちゃ入れてくる。窓の鍵を調べようと、室内を横切った際、佐藤から声をかけられた。佐藤の視線は魚住に向いていたのだ。結構佐藤くんね、見てた、魚住くんのこと。そして調査を断念して扉の方に戻ろうとした時、角川はしゃがみ込んでいた。どうしてあの時角川がしゃがみ込んでいたのか、答えは明白。とらく魚住が室内に踏み込んだのを見て、角川は絶好の機会だと思ったのだろう。まさかせっかく窓際まで近寄って、念入りに調べもせず、見切りをつけて調査を終えるなど、微塵も考えていなかったに違いない。なるほどね。途中で捜査を切り上げるのが大事だったんだ。でも証拠がない。間が神妙な面持ちでつぶやく。いや、証拠はあるぜ、タカ。え、どこに？小泉が自信満々に言い切ると、間だけでなく、角川までもが反応した。いや、だって、誰も光が大塚にとどめを刺すところを見てないだろ。それに凶器の電気スタンプだって指紋は残ってないだろうし、ハヤトが言ったみたいな鍵のすり替えも、凶器と同じく、それなんかで指紋を拭がれてたら。え、でもさ、血の跡っていうか、ルミノール反応だっけ？なんだっけ？あれ？俺らが8号室に踏み込んだ時に、大塚の部屋の鍵には血痕が付着してた。そうなんだよね。だからおかしいと思ったんだよね。はい。あれは俺の予想だと光る。お前が例えば、俺あたりが無茶して鍵を照合する可能性まで懸念して、それを防ぐためにつけたんじゃないかって思ったんだ。あ？鍵を照合する可能性？ああ、なるほどね。あの時点でね。けどそれがあだになったな。俺が今言ったことが、なるほどね。光くんの持ってる鍵に、血の反応が出るんじゃないかってことか。ああ。お前の持ってる部屋の鍵を調べてもらってもいいだろう。さっきのタカの話を聞いてたならわかるよな。たとえ拭き取られても指紋はともかく血痕がどうなるかくらいはさ。角川は何も答えない。ただ物的証拠の件に話が及んだあたりからどこか澄ました顔で魚住の目を見ながら口元に笑みなんかを浮かべていた。あまりにも毅然とした、いやむしろ凛としたような角川の態度に魚住は自分自身の推理が間違っているのではないかとさえ思い始めた。これ、ヒカルくんなんだ、すがすがしい気分でいるのか？言いたいことはそんだけ。あええー。